千葉市によりますときょうから始まった犯罪被害者支援制度は犯罪に巻き込まれて死亡した人の遺族に30万円重症や重い病気のうち3日以上入院し1か月以上の療養が必要となった人に10万円が支給されます。また、松戸市とともに県内では初めて、 性犯罪の被害者も見舞金の対象となり不動位性口頭罪は十万円不動位外接罪は五万円の見舞金が支給されます犯罪に巻き込まれ日常生活に支障が出ている被害者や遺族には上限はありますがヘルパーの派遣のほか配食サービスや引っ越しなどにかかる費用の一部も補助するということです 千葉市では先月、犯罪被害者等支援条例が制定され、今日から施行となりました。